ボー。オーケー、ほら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 。あんたらバカじゃないの？なんでそこまでして本物かばうの？あんな薄汚い女、貴様すぎる。勝負！ペルソナ！貴様すぎる！うわっ！勝負！ペルソナ！勝負！ペルソナ！よっしゃ！レベルアップ！里中、大丈夫か？さっきのは？何よ、急に黙っちゃって。勝手なことばっかり。よせ、里中。だって。こいつの言う通りだ。俺もあったんだ、同じようなこと。だからわかるし、その誰だってさ、あるってこういう一面。あんたは私の中にいたもう一人の私ってことね。ずっと見ないふりしてきたどうしようもない私。でも私はあんたで、あんたは私なんだよね。私、その、あんなだけど、でも、ユキコのこと好きなのは嘘じゃないから。バカ、そんなの分かってるっつの。おい、里中。平気、ちょっと疲れただけ。平気じゃねえだろう、どう見ても。それに多分お前、俺たちと同じ力、使えるようになってるはずだ。なあ、どうする？よし、じゃあここは危ねえか。別に信じてない。俺たちと同じ力があって一緒に戦えるなら回復しといてもらった方が心強いってこと。そのためにも一旦戻って体勢を立て直すべきって言ってんだ。でもユキコはまだこの中にいるんでしょ。あ、私
さっきのがユキコの本心なら、私伝えなきゃいけないことがある。私ユキコが思ってるほど強くない。ユキコがいてくれたから、二人一緒だったから大丈夫だっただけで、本当は。なら、それを伝えるためにも、まず君が元気になるクマ。ユキちゃんは普通の人クマ。ここにいる影は普通の人間は襲わない。襲うのはここの霧が晴れる日クマ。それまではアマギは無事だってことだな。まず間違いないクマ。どういうこと？どうやら俺らの世界と霧の晴れる日が逆さらしい。ここが晴れる日、俺らにとったら霧が出る日に、被害者は影に殺される。つまり一旦外に戻っても、町に霧が出るまでは天城は安全ってことだ。間違いない。前の山のアナや先輩の時も状況は同じ。知ってるだろう、二人とも死体が発見されたのは霧の日だ。ここでもう一人の自分に殺されて。霧はだいたい雨の後に出るんだけど、街はここんとこ晴れ、大丈夫だって。でもユキコがいるのに。じゃあこの先どんくらい進む。それは敵だって。なのに無理してやられたら、他に誰が天城を助けてやれんだよ。俺たちは絶対に失敗できない。分かった。さっきはごめんね、一人で勝手に突っ走っちゃって。気にしてねえよ、天城は必ず俺たちで助ける。頭もガンガン。ああ、そうか。あ、そういやメガネしてんね。目悪かったっけ？お前どんだけテンパってたんだよ。じゃんじゃじゃーん、ちえちゃんにも用意してあるクマ。はい、ちえ。うわ、なにこれ、すげえ。あるなら早く出してやれっつの。今用意したんだクマ。なるほど、そういうことなんだ。ねえ、これもらっていい？今日のところは二人とも。じゃあ約束だ。俺ら全員の約束、みんなで力合わせなきゃ。うん。よし、じゃあ明日から。なあ、最初にこの力を手に入れたのはお前だし、だからお前がお前にならつそう言ってくれると思ったよ。俺はほら参謀向き。私も賛成かな。君がまとめてくれるならなんか安心。俺はほら参謀向き、頭いい人のポジションでさ。クマ黙っててくんない？私今疲労がピークだからさ。よし、とにかく今日は休んで、明日からに備えようぜ。まずは天気予報の確認、忘れんなよ。雨が続くと霧になるから注意しないと。あと、以上、全国のニュースをお伝えしました。
続いて各地域ごとの話題をお伝えします。なあ、ちょっといいか。お前、妙なことに首突っ込んだりしてないよな。昼間の署でのことだ。ちょっと引っかかってな。もしかしてまだ何か言ってないことがあるんじゃないか。悩みでもあるのか。こっちも仕事に追われて相手もできず悪いとは思ってるんだが。どうしたの？喧嘩してるの？いや、喧嘩じゃない。警察じゃないよ、ここ。こっちはお前を預かる身なんだ。おかしなことには首を突っ込むなよ。いいな。気象情報です。西からの高気圧の影響で、この先しばらくは春らしい晴れ間の覗く日が続くでしょう。このお姉さんがお天気決めるんでしょ？だってお姉さんが晴れって言うといつも晴れるよ。いや、お姉さんが決めてるわけじゃなくてな。まあいい。